三遊亭窓か窓は落語家の名跡。三遊派から生まれた名である。当代は六代目。三遊亭の縄文、高崎千円窓の名を高めたのは、落語家として初めて渡米し、後に三遊亭炎章を襲名した三代目である。以後は三遊派における重要な名跡の一つとして数えられている。六代目三遊亭窓か窓は東京都江東区出身の落語家。 落語協会所属本名、橋本八郎。出林は、新曲保島。東京都立文京高等学校卒業。かまどろをはじめとする古典落語で知られるが、パソコンを利用した通信落語や民話を題材とした創作落語を行うなど、活動の幅は非常に広い。最近では、各地の小学校を訪問して落語を実演している。 2000年には、自ら講演した古典落語のゾロゾロが、小学4年生の教科書に掲載された。一時期、青山学院大学落語研究会の顧問を務めていたことがあり、吉尾が兄弟子、5代目円楽のカバン持ちを、同会会員から募って選ばれた一人が、当時同大学の1年生であった後の6代目、円楽こと会対2である。その後は、 大学卒業後5代目円楽の弟子となる。商店の大喜利メンバーであったことがあり、そこでのキャラは常識派であった。番組500回記念では、兄弟子5代目円楽取り霊落語を演じた。7代目円章襲名問題に名乗りを上げたが、最終的には6代目円章の長男に留め名として預ける形となった。趣味はバイク。長年にわたり、名古屋市に本社を置く。 富士コーヒーのラジオ CM に出演するほか、同社の広報誌にも小話コーナーを設けている。2003年から鈴本演芸場には出演をしていなかったが、2021年11月に18年ぶりとなる出演を果たした。オムニバス企画、ありがとうございます。